少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールパラノイアの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの長谷川健太さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードは FC 東京対横浜 F ・マリノス。FC 東京の選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは FC 東京、アマラオ、チュット、佐藤、増田、アサリ、ヒナ、内藤、藤山、小見野、サンドル、土井。続いて横浜 F ・マリノス、川口、パト、松田、オムラ、遠藤、上野、三浦、永井、中村、ユ・サンチョル、エジミウソン。画面に向かって右にエンドを取った横浜 F ・マリノス、反対側左にエンドを取った FC 東京。上野、左へサイドチェンジ、10分過ぎました。ドリブル、エジミウソン。ヘッドでつなぐ、三浦、ドリブル、ボールを囲んでいきます。佐藤、中に絞ってきた、ここは集中しなくてはいけませんね。セービング、前半35分をすでに過ぎました。右へサイドチェンジ、インターセプトを狙う、ここで笛です。前半終了。
前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0-0、ここまで両チームとも無得点です。さあ長谷川さん、はい、後半戦開始の笛です。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。ここでスライディング、スローインです。藤山、必要なマークをもっとスクイーズにするべきですね。中へ上げた、ジャンプ、FC 東京先制点を挙げました。さあもう一度見てみましょう。アマラオ、まさに選手交代が行われるのでしょうか。中村、落ち着いて対処します。体を入れてきます。中へ放り込む、エジミンソン、選手の交代です。岡山、出た、富野、フリーにさせてはいけない、放り込んできた、試合終了です。 FC 東京1点を死守しました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。